どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。そう、本日はですね、ちょっとしたお知らせがございます。というのもですね、7月8月とバタバタバタっとこう過ぎ去ってしまいまして、このね、世の中怪談イベントが多々やられておりまして、僕もね、その配信を見てたりしたんですが、このタイミング9月に入ってちょっとスケジュールが取れそうなので、9月の19日から24日、ここでですね、久々にホラーウィークを復活させたいと思います。で、今いただいてる怪談とかもね、あったり、ちょっとね、結構怖いなって思うものがあったりとかもしてて、そこで一気にバーンと一回出そうかなと思っております。で、もし今ですね、そういう体験あるよ、こういうの聞いたことあるなっていうのがあったら、ぜひ僕に喋らせてください。というのもね、やっぱりこう怪談をやってる身として、一番って怪談話すのも好きだし、聞くのも好きなんですよね。でもどっちも好きなので、いろんなね、やっぱり体験談を聞いてみたいというのがありまして、ぜひですね、このホラーウィーク、もしくはね、このお知らせ動画のところでコメントとかね、していただけたらなと思います。もちろんね、ちょっと喋るのは勘弁してくれっていう方もいるとは思いますので、お話だけでもね、ぜひ聞かせてください。あともう一つ目玉が、イケメン怪談でおなじみ国沢一生さん、実はツイッターでちょっとやり取りをしてまして、カバー怪談やってもいいよということで、そのカバー怪談のネタをいただいております。公式にね、いただいてるので、これもぜひね、話してあげてっていう風な形でいただいてるものがありますので、このホラーウィークの間にですね、国沢一生さんの怪談のカバーの方もね、させていただくことになっております。ぜひですね、こちらも楽しみにしていてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。